ラリー・アドラー。1947年1月撮影。ハーモニカを演奏するラリー・アドラー。1947年1月、撮影。ラリー・アドラーはアメリカ合衆国出身のハーモニカ奏者。本名はローレンス・セッシル・アドラー。ボルチモアのユダヤ系ロシア人の家に生まれた。2歳でアルジョルソンのモノマネをし、6歳からピアノを始める。10歳で 地元の聖歌台の最年少の先勝者となり、ピーボディ音楽院に通うようになったが、落第して、方向処分となった。その後、ハーモニカを独学し、1927年にメリーランドハーモニカチャンピオンシップに挑戦して、優勝している。その翌年、ニューヨークに出て、バイオリニストのナット・ブルシロフの事務所に所属し、ルディバレーのクラブで演奏したり、 ディズニー映画のハーモニカの音の吹き替えなどをしたりして、ハーモニカ奏者として活動するようになった。1931年には、ブロードウェイで演奏するようになり、フレッド・アステアラと共演している。また、イギリスやオーストラリアにも演奏活動に行き、1936年には、シリル・スコットからハーモニカとピアノのためのセレナーで、1941年には、ジーン・バーガーから、 ハーモニカ競争曲をそれぞれ検定された。1940年頃からタップダンサーのボールドレーパーと組んで演奏活動をするようになったが、1948年に赤狩りの影響で業界から干され、1949年にロンドンへの移住を余儀なくされてしまった。イギリスに渡ってからも演奏活動を続け、アーサー・ベンジャミン、マルコム・アーノルドやダリウス・ミオー等からも、 作品の検定を受けるようになった。演奏家として、自らのレパートリーを広げるために、ヨハンゼバスティアンバッハや、アントニオ・ビバルディラのバイオリン競奏曲をハーモニカに、編曲している。また、モーリス・ラベルのボレロや、ジョージ・ガー・シュウィンのラプソディ・イン・ブルー等もハーモニカで、演奏できるように編曲している。ロンドンにて没。テレグラフ・ドット・ CO ・ドット・ユありがとうございます。